1955年8月15日生まれ、出身は三重県ですね。三重県四日市市です。四日市港っていうのは結構なんていうの、貿易の港で貨物船がいっぱい入ってて、海はもう真っ黒だったんですね。だから重油っていうか、そのコンビナートの油で。僕が生まれたのがだから戦後10年だから、まだまだそういう意味ではね、本当に復興が始まった本当に真っ最中って感じだったから、教師やりながら、彫塑、彫塑っていうのはいわゆる彫刻っていうのはこう削るやつでしょ。彫塑って塑造っていうのをつけていく、粘土をつけていって、でそれ型取って、その頃だとだから手塚治虫とかさ、藤子不二雄とか赤塚不二雄とか、前世の頃だったから、もう漫画家になろうと思ってましたからね、ずっと、だから絵を描くのはものすごい自然なこと思ってた。横尾忠則さんが世界的に華々しい活躍をしてて、でイラストレーターになろうと思って、3年生からそれぞれ専攻が分かれるんだけど、僕は3年生の時にはアニメーションを撮って、それでアニメーションを撮ったら動く方が面白くなるんですよね。それで4年の時は映像コースで、某電気会社の CM の仕事が入ったんですね、その浦山先生に。それでそれにみんな学生みんな見学で撮影とかずっとついてって、編集とか、ひよこがさ初めて動くものを見ると母親だと思うみたいな。だから僕のその、現場の声の噛み方とかというのはね、結構浦山さん の真似してんですよね。ガーンもう腹の底から出る感じで、現場にビーンってした空気が、なかなか憧れの人でしたね。東宝とかダイエーとかトライとか、大きなその映画会社に入社試験を受けて入って、それから40ぐらいまでさ助監督ですよね、ずっと。でそれはさ、もう40まで助監督やってたらさ、もうおいしい時期終わっちゃうよっていう。でたまたま卒業制作でアニメーションを作っていて、線画台が3つか4つぐらいある。その隣で大学院に行ってる先輩が別の自分の作品作ってて、でそれやりながら、ちょっと就職どうするのって言ったら、いやー CM の方に行こうと思って、だからその先輩が単位をね計算間違いして卒業できなかったの、4月に。それは良かったのがね、2年に1回2人ずつしか撮らないんですよ、その当時ね。非常にそのライバル心を煽るようにこう競争させるんですよね。藤子のお豆さんっていう大豆のこんなちっこい豆を1対1で拙者で撮って、それをナイフとフォークでプスって切るんですよ。で芯でもなきゃいけないもんだから、もうその頃 HMI も何もないですからね、全部タングステンで、ものすごいですよ。ぐわーライトが並んで、僕が手袋してほっかむりして、それでこうやって徹夜ライト焼けするんです。やけど、ライト焼けって日焼けと違ってさ、本当のやけどだからさ。日本天然食映画っていうのはほとんど全ての仕事がクライアント直だったんです。僕の入ったことそれで、だから自分でこ企画やり、でもちろんコピーライターもいなかったから、コピーも書き、プレゼンもして、試写もやって、全部自分でやったんですよね。競合だから、自分がとりあえずこういう広告にすべきだっていうことだけを出したんですよね。それはだからいろいろいろんな人が出してる案の中で、
企業がチョイスしたわけだから、もうあの思い切りできるわけじゃないですか。まあ僕の中ではあの割と業界に名前を知ってもらえた仕事になったので、制作部あって企画部あって、撮影部あって照明部あって、美術部があって車両部もあったんですよ。だからほとんど外の人を使わないで会社だけで一本の CM ができるっていうのは、これは結構世界でも珍しいプロダクションだったんで、逆に言うと外ですごい自分のやりたい人がいてもできないんです。まるっきりその1対1の戦いでもあり共同作業でもあり、純粋にね、日展という会社はやっぱりそれは本当にすごい会社だったので、そういう意味で会社にも守られてたんですよね。で実際にそういうことがはっきり意識として分かったのはやっぱフリーになってから。だから一番フリーでも本当にバリバリ一番やってた頃、なんせねもう本当に一日中 CM やってたから、多い時はだから川崎さんほどじゃないけど、でも同時に8本ぐらいとかやってたから、ある時ふと広告っていうのは、クライアントがそのこういう広告を作りたいっていう動機があって、がなければ発生しないものだから、その僕の中からこう自然に湧き出てくる願望じゃないわけじゃないですか。でそれを、一生続けていくっていうのはないなと思ったわけ、突然で。まあ35だから、まあ、10年ぐらいやればなんかものになるんじゃないかなと思って始めたんですけどね。そうだから仕事が忙しくなるともう中断しちゃうから、10年つっても実質延べにしたらそんな何年もならなかったですね。だから延々とこうなんか時間のある時にちょろちょろ書いてるだけで、僕だから戦後10年ぐらいの世代っていうのは、まあ、僕だけじゃないと思うんだけど、結構ね欧米コンプレックスが強いわけですよ。だからコカ・コーラとかいろんなものが小学生の頃に入ってきて、やっぱアメリカはすげえみたいな、いやこれなら負けないぞっていう日本人としてのなんか武器が欲しいなと思って、こういう古代文字をまあ諸芸術の表現にしてきた、まあ、開拓者というかね、第一人者というか、技術も素晴らしかったんだけど、やっぱりその生き方にものすごく感動してね、昔ならいざ知らずね、今のこんな物の豊かなね時代に弟子取って儲けようと思ったらいくらでもできる人なのに、それをしないで生きているっていうことにちょっと感動してね、はっきり言って古代文字はそれから知ったぐらいな感じ、なんか日展に入った時と似てるんだけど、なんかだからね常になんかそういう運命的なものが先行するんですよ。文字に行くよりもまず筆をどう使えばいいのかって、もうそっちばっかりでしたね。小学生のお習字からやってないですからね、毛筆は唐の時代あたりからかな、そういう書にそういう筆の使い方が確立する前の時代のものだから、 7,8 年目ぐらいになってやっとこうちょっと分かってきて、いろんなことがね分かってきたら、自分がなぜこの古代文字を書いているんだろうっていうことがすごく疑問になってきて、自分の中でこう疑問というか矛盾というか釈然としないものが出てきてきて、陰の時代っていう、その時代っていうのは神様が一番権力があって神権政治ですね、神が治める国で、要するにそういう甲骨文っていうのはその神様にいろいろお伺いを立てて、で神様がこう言ってるってことを、記録するためのものなんですよね。人間同士の、コミュニケーションの手段ではないんです。
王とそれからその神官とか神に使える人と、まあその頃中国殷っていう国はあったけど周りにもいっぱい違う部族があってしょっちゅう戦争してるわけですよね。そういう戦争の記録とかも残ってて、勝つか負けるかみたいな占いしたりとか、その中の周っていう国があって、そこに最終的に殷は滅ぼされちゃうんですけど、でこの周っていう国は文字を持ってなかったんですよ。なのでその周が殷を征服した後にその殷の使ってた字をそのまま土台にして使った。殷の世界っていうのは神様が一番偉かったんだけど、周の時代になったら神様はどっか行っちゃって人間が一番偉くなっちゃうんですよ。急にほとんどがね自分の自慢話で、こんな役職に就いたとかっていう自慢を書いて、これはご先祖様のおかげであると、でありがとうございましたつって末代まで長く伝えようみたいな。環境がちょっと変わったっていうだけのことで、だからそういうその元々にあるその人間のね中にあるものっていうのはその共通してると思うので、100ぐらいは書きますよね、大きいもんでも。これ面白いんですけどね、なんかだから同じように筆は使うわけだから、何書いてもある程度訓練できてくれば同じようなその質のね線が引けると思うんだけど、そうじゃないんですよね。作品ごとにやっぱり30枚ぐらいまでっていうのは線がやっぱなかなかねこう練れていかないっていうかね、でだんだんその分かってくるわけですよ。こういう方向がいいなとか、でそれから30枚ぐらいのところにまあいいのが酔っ払っていいのができたら最高なんですけどね、酔っ払うと絶対ダメなんですよ、線がねもうヘロヘロになっちゃってね。ライブっていうのはその帰ってる、だから俺の存在といえばいいのから、発するものを感じてもらう、自分の内側とこう出るものが直結する感触を探りつつ確認してるって感じ。まあ休憩入れて2時間弱やるじゃないですか。それは全部が全部完璧になんか欠けてないわけですよね。内側とうまくつながらないこともまああるんですよね。ただね、そういうことがあるから、その絶えずそれをこう確認してる感じ。何をどういう形でどういう構成で書くかっていうことも、それは事前にちゃんと。構成を決めなければそんな即興でできるもんじゃないですよね。ポロックはどうだったか知らないけど、こう感情の重くのままに絵の具を垂らしていけばそれが何かの、表現として結実するとか、文字に関してそれはないですよね、はっきり言って。というのはまあ僕のポリシーですね、僕の哲学ですね。が降りてくるっていう、その僕はそれはまあ、宗教家でもないし何でもないけど、文字に敬意を表したいのと、それから人間っていうものに敬愛をね表したいし、世界中にそれからまあ密かにあそこに集まってもらった人たちにね、まあ神の意志ってのはだから神のご加護というふうに僕は思ってるけど、神様の恵みが降りてくるといいなと思って、自然の力にはねどんなに頑張ったって人間はなんていうのかなわないわけで、結局この古代文字の世界っていうのはもう全くその通りですからね、自然の恵みをいただいて、でそれに対するお返しをして、つつましく生きている人たちの生かしていただいてるっていう願いの文字なわけだから、みんなそれはやっぱり広告だけやった時よりも
自分との向き合い方っていうのがこう深くなった。自分で規定してるだけなんでしょうけどね、別に人から見えるものではないけど、自分はこういう人間かなみたいなことを自分でこうちょっと考えるようにはなりました。できるだけ多くの人に、僕のやってることを見ていただき、見て、感じてもらいたいっていうことにつきますよね。僕自身は結構ね、そういう芸術が好きだから、やっぱりいろんなもの、素晴らしいものを見るとすごい感動するんですよ。それでうわ人間ってすごいなと思うわけ。それで自分がちょっと落ち込んでたり気がめいてたりした時に、そういうのに触れるとすごい元気になれるわけじゃないですか。人はなんで生きてんだろうって思うわけですよ。人ってだって人いなかったらその方が地球にとってはさいいわけじゃない。放射能も生まれないし、緑もなくならないし、人間ってのはさ地球に対してろくなことしてなくて存在の価値なんかねえだろっていう、でもいるわけじゃん。で俺も生きてこういるわけですよね、生かされてるわけだから、それなりに、自然なりあるいは人に対して、身近に言えば家族に対してとか、これをやる一番の動機はそれかな。だから自分もそういう、どれほどのものでも、ね、そういうことがすることが今自分の存在している価値だと思うので、もっともっといろんなことを勉強しなきゃいけないし、技術も磨かないといけないし、心もね磨かないといけないし、だからそれがなかったら